はい、どうもコミです。さて本日はですね、つむぎ組さんから動画をお届けしていきたいというふうに思います。でタンフォル12ですね、スパジャイネクロを今日中心に見ていこうと思うんですけども、僕のチャンネルご覧になっていただいている方は結構ね、このスパジャイネクロに関する動画ご覧になっていただいていると思うんですよ。なんですけど今日は、僕が自分で思うスパジャイネクロの使い方とか強みっていうのではなくて、ほぼこれを使って全開取り続けていると言っても過言ではないくらい、この戦術を使いこなしている方にどういう村を選んでんのとか、どういう風に使ってんのっていうところを詳しく聞いてきたので、そこをですね、交えながら実際にやっている方の視点で、なるべく今日ね動画をお届けできたらというふうに思っております。で、ですね、その方がどれの方かっていうと、ですね、この方ですって、ちょっとね、ささっと出てこなくて申し訳ないんですけども、この方、23番にいるマリアさんですね。このマリアさんが、めちゃくちゃこのスパジャイネクロがうまいんですよ。で、どんな風にやってんのっていうところ、そこがね、やっぱ気になるじゃないですか。で、早速じゃあ見ていこうと思うんですけども、1本目ですね。今日合計3本マリアさんで、近いような詰め方をしている方をもう一方紹介して、合計4本のリプレイ見ていきます。こんな感じですね。スパジャイ12のネクロ12。まあ、同数ですね。プラス、ウッドランチャー、スーパーウォールブレーカーも1体入れています。で、呪文編成はクエイク2のライトニング8。で、これ何かっていうと、ライトニング4のクエイク1でこれね、こんな感じ。ここのマルチインフェルノを壊せるんですよね。で、それを、やっていきます。で、このね、マルチインフェルノを壊しながら、周りにある大砲とかアチャトとかも壊していくんですけども、まあ、そのね、ライトニングの打ち方っていうのは、ちょっとわかんない方はね、僕が前に出した動画を見てもらえたらと思います。簡単に言うと、将棋でいう桂馬の位置っていうのを意識しながらライトニング打っていくと、確実に、範囲内に最大数の、防衛施設を巻き込んでいけるっていうね、まあ、特徴があるんですけども。で、はい、ここですね。これさ、今見てもらって分かりますかね、何が起こっているか。これ、ジュンクさんの攻め方とは少しこれ違うんですよね。マリアさん曰く、ユニットを出すときに3つの部隊に分けて考えるんですって。で、それっていうのはこっち、サイドカット用の、ネクロマンサイ、これ2体いますよね、ここに2体、ここに2体ね。で、こっち、これ別動体ですね。まあ、いわゆる助行の形になっているんだけど、キングがこれ外周流れちゃってるじゃないですか。で、この部分っていうのが、まあ、本来であればこれミスになるんですけども、ある程度、こちらの助行部隊、今、ネクロが結構ね、落とされちゃったから数減ってるんですが、ちょっとね、このサイドカット用の部隊よりは多めにネクロを流す、あえて流すようにするらしいです。で、中央部分には当然メインが入るんですね。ここに一番ユニットが入っていかないといけないんで、グランドボーデンはちゃんと真ん中部隊についていく必要がある。まあ、で、アーチャークイーンもなるべく真ん中に入ってほしいところですね。ウッドランチャーも添えるので、中心部隊の火力が一番高くなるんですが、で、こういう攻め方をするとどうなるかっていうと、こういう面で押していくんじゃなくって、サイドカット部隊っていうのはここまで行って、これ止まっちゃうんですね。で、メイン部隊っていうのは当然ながら、最後まで突き抜けるわけですよ。で、別動隊も突き抜けるのね、こういうふうに。そうするとさ、ここで合流した部隊が最後、この部分、なんていうの、サイドカット部隊が壊せなかったこの部分っていうのを壊してくれる、そういうような使い方をあえてしてるんですって。だから、マリカさんの場合って、横一列に均等に出すんじゃなくて、まあ、ある程度やられちゃってもしょうがない部隊をあえて作っておく、サイドカットだけというふうに割り切るらしいんですよ。で、割り切ってメイン部隊と助行部隊っていうところ。だから、イメージとしては、これメインと助行って、ネクロの数は同じぐらいにする、ボリュームはね。同じネクロの数にしときながら、ヒーローをここに入れていくって感じかな。こんな感じ。ヒーローをメイン部隊に入れることによって、同じ数のネクロなんだけど、部隊の力としてそれをメインにしていくっていう感じのイメージですね。で、最悪だから、ヒーローが1体ぐらい、こっちに流れちゃっても、まあ別に、中央部分の火力が厚くなっていることには変わりないから大丈夫っていう感じ。そういうような、使い方をしてるっていうのが、マリアさんの、このね、スパジャイネクロの、コツらしいですね。で、かつ、もう一個注目したい点っていうのは、この壁の隙間です、これ。こういうとこね。
いろんなとこからこうネクロマンサーが入っていけるんですね。スケルトンもそうなんですけど、で同時に出ていけるんですよ。こういう風にここから出ていけるんですね。こういう風にで、これが超大事で、ここもそうね、こう出ていけるんですよ。そうすることによって壁を打つ間にやられちゃうっていうリスクをまず減らせるっていうのがすごく大きいんですよね。でネクロとスケルトン のコンビって壁の隙間からスル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 いろんなところにこう入っていくんで、それがやっぱできる配置は強いから、まずそういう配置を狙うということですね。でさらに、これマルチインフェルノ3本ですけども、このマルチ3本っていうネクロマンサーにとって辛い環境よりも、むしろこの壁に隙間が空いていることの方のメリットの方が大きいらしいんですよね。はい。で、まあ、攻め方としてはこの面を選ぶ。タウンホールの逆からどうしてもウッドランチャーを使って攻めてればいないんで、ここかここなんですよ。攻める面ってここかここになるんだけど、こっちの面って、序盤にここね、マルチインフェルノに当たりやすいんですよね。すぐマルチインフェルノに当たっていくことができるから、こことここをライトニングで折ってしまえば、残った1本のマルチっていうのはもう序盤に、ね、ほぼ確定で壊せるわけですね。アーチャークイーンとかがついていきながらネクロマーターが先行していて、グランドオーデンとランチャーもいるんで、ということで、入る面とライトニングを打つ場所ですね。これうっかりこっち残っちゃうと、もう最後までこいつが仕事しちゃうんで、それは絶対ダメですね。序盤に、全てのマルチインフェルノが壊せるような形を作っていくっていう意味で、入る面とライトニングを打つ場所を決めているという話でした。で、もう一本、ね、リプレイ見ながら、3つ目のコツかなに関してもお話をしていきたいというふうに思うんですけども、それ何かっていうと、あらゆる防衛施設をどこかしらかから撃てるようにするってこと。言ってる意味わかりますかね。例えば今この村を見たときに、なんていうのかな、ユニットが撃てない防衛施設ってこのマルチインフェルノとこのなんだタウンホールだけだっていうのがわかりますかね。はい。それ以外はスルスルスルとこういうとこからね、ユニットが入ってこれるんです。こういう風にこういうとこから入っていけるじゃないですか。でアーチャークイーンないしはネクロマンサーがこれを壊すことができちゃうんですよね。なので絶対に打てない、ここにあるマルチインフェルノ、これをきっちりとまずライトニングで壊していきながら、タウンホールに対してはウッドアンチャーで壁 穴を開けることによって、壊せなかったはずのタウンホールを壊せる道を作っていくっていう考え方になるわけですね。で今回もそう、上側っていうのはこれは助攻、サイドカットですね、サイドカット用のユニット、なので数少ないじゃないですか。でこのウッドランチャーに続いてるこれがメインですね。でこっちがサブの助攻ユニット、さっき言うね、まあ、結構序盤に、ユニットが、中央部分にこう帰っていっちゃったんで、こっちがまあサブっぽくなってないんですけども、これサイドカットではなくて今の出し方からするとサブになっているっていう感じですね。なんで上側のこれ、ほらこれも起こっちゃったじゃないですか、全部ネクロが。だけどタウンホールに入っていったネクロと、それをサポートするこっちのサブのネクロ、ほらここから出てくるぞ、こうやって出てきてビューってこう進んでいくんですね。でこいつらが最終的にはタウンホールまで壊し、あと上側の方まで壊していってくれるというところですね。で、これタウンホールあわや残ってしまったので、ここにしっかりスーパーボールブレイカーで壁穴開けて、アーチャークイーンにリカバリーしていくと。で、このね、リカバリーっていうのも、まあ、実のところ、おそらく考えていたはずですね。それ以外ウォールブレイカー使う場所ないんですよね。ここって、ウッドランチャーで開けなくても、ここからこれスルスルって入っていけちゃうし、でここに関してはでもウッドランチャーが途中で壊れちゃったりなんかした場合っていうのは壁に穴が開かないんで、そういった場合助攻としてこうね、来たユニットがちゃんと、タウンホールに到達できるように、あえてこの壁穴開ける用のスーパーウォールブレーカー持ってったんじゃないかなって思います。で中央部分と中央部分を壊しながら、突き抜けていったネクロマンサー、これが機能した場合にはもう残りって数が少なくても相手の防衛がもう大したことないんで押し切れちゃうんですね、こんな風に。で最後はきっちりとヒーローたちで、締めていくっていう感じですね。この形を作っていけるのがこのマリアさん流の使い方みたいですね。いやすげえなっていう感じです。あっさり取っていくんで。でマリアさんがねこけてる姿ってあんまり僕見たことないんですよ、このネクロマンサーを使っていて。で今回のこの、NF さんとのアタック、 NF さんってなんかすげえ楽して申し訳ないんですけども、とのね、対戦においてもそうで、
ですね、19番のこれ見てほしいんですけども、これマリアさん、別に前回だけを狙ってるわけではなくて、本当にこの攻めをしているマリアさんって前回しか取んないんですよ。だからリカバリーも含めて、もう完全にスペシャリストの攻めになってるんですよね。これもタウンホールは一応ね、いけるんだけど、なんていうのかな、タウンホールを最悪壊せなかった時の多分、これはウォールブレーカーじゃないのかなと思うんだけど、しっかりと、タウン側から攻めることができないので、もう攻める面ってここがこうなるじゃないですか。なったら、まあ、こう攻めるか、こう攻めるかですよね。で、一番最後残っちゃうタウン側のここね、インフェを壊しておきながらメインの舞台をこっからこう流し込んでいく形を作っていくんで、カットカットしながらメインって感じですね。はい、これを攻めていきます。でこっちの方は完全にカットですね。これカットで、こっちがメインで、こっちが多分サブですねっていう感じで流していってるんだと思います。はい、でウッドランチャーでちゃんとこの、壊せない場所にあったマルチインフェルノにもアプローチしていきながら、ウッドの攻撃で壊していけちゃうんですね。これがタウンホール12 の, この攻め方の強いところで、ウッドだけでね、もう確定的にマルチインフェルノを壊せちゃうんですよね。恐ろしい話だなと思うんだけど、マルチがウッドで壊れちゃったらさ、タウンホール12の主力防衛ってもうタウンホールしかなくなっちゃうじゃんって話じゃないですか。だからもう本当そうなんですよ。ライトニングで2本のインフェを追って、1本はウッドで壊して、まあ、ないしはアーチャークイーンとかね、序盤にこうアプローチできたらそれで壊して、で最後タウンホールは中に入っていたヒーローたちがこう殴り倒してくれるっていう感じ。こうなってしまったら、話だけ聞いていてもどう考えたってもう守れる施設がないじゃないですか、このネクロマンサーからなんですよ。本当にそうだと思うんですよね。っていう形で、村を選びながら、プランニングを練っていくっていうことですね。はい、このタウンホールも一応壊せるんですよ。こういうところから壊せるんだけど、こういう風にね、すげえ遠回りしちゃうから、ちゃんとウッドで壁を開けることによって、本来、進行方向の面から見て、ね、この面から見てアプローチしにくかったタウンホールに、直線的にアプローチできるような形でウッドを当てていくって感じですね。このウッド超大事ですね。で最後キングがフィット残しているので、外周回り込んできたこのすげえ数のネクロマンサーと、上側はキングがフィットを使って蹂躙していくことによって前回まで持っていくという感じですね。でネクロマンサーがこうスムーズに外周出てきてこうね活躍しているのも、これやっぱねこの隙間があるからなんですよ。こういうところ隙間がないとまたこれ全然話が変わっちゃっていて、つむぎ組さんの他の方のアタックもそうなんですけど、こういうね壁に隙間がない村を攻めるときには結構ねスーパーネクロマンサー使ってます。はい、なんで壁に隙間があったらネクロ、なかった場合にはスパネクみたいな感じで使い分けていくと、これタウンホール12のあらゆる村が大体いけちゃうんじゃないのかなというふうな、まあ、記載するところですね。まあ、あとは自分のタウンホール14とか13のメインアカウントでやっている得意戦術を、まあ、12にはめていくっていうパターンも、まあ、あるっちゃあるんですけど、つむぎさんの12の主力は本当にこれかなっていう感じがしますね。で、団子さんの隅も最後に1個見てきたんですけども、これも同じなんですよね。だから、結局やってることは同じで、はい、ライトニングのクエイクからのスパジャイネクロなんですけども、選んでいる村は、こういうところにこう継ぎはぎ、じゃあ今、継ぎはぎではないな。継ぎ目がある村ですね、こういうところに。で、このマルチっていうのも、本来この壁に囲われて打てないところにあるんですね。そういうところはライトニングでしっかり壊していくというところですね。で、直線的にこれウッドランチャーがこのマルチにアプローチできるので、これは残しておいても OK という感じですね。はい、ウッドが出てきましたね。このウッドがマルチインフェルノを壊してくれちゃうんですね。壊せないまでも体力ミリまで削ってくれるから、まあ、軽く小突いて終わりみたいな感じになってくるわけですよ。すごいね。しかもこれ相手の防衛軍も小粒だから、ウッドがみんなこうねパコ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 ね吹っ飛ばしてくるんですよね。ほらウッドランチャー今これウッドだけでマルチ壊したじゃないですか。で、クエイクでタウンホールにダメージ入れておきながら、さらにウッドでダメージを入れていくっていう。でもうタウンホールもだから本当に小粒いて終わりぐらいの体力になっちゃうんですよ。ほらこんな感じになっちゃうんですね。半分以上クエイクとウッドで削られちゃってるんですよね。これまあ誰もユニットがアプローチしなくてこの体力ですからね。キックがピスト状態で2発殴ったらもう終わりみたいな感じですね。はい、3発かっていう形ですね。で、まあ、このアタックでもここはなんか残ってる風に見えるけど、でも実は外周から殴れるし中から殴れるしっていうんで、はい、これは壊すことができるんですね。こっちも同じ
外から殴る、内から殴るってことをすることによって、まあ、全ての防衛にアプローチができるような形になってますよね。はい、ごめんなさい。っていうことですね。で、中央部分にはヒーローがしっかりついていて、助行になっていたこっち側、上側のネクロマンサーたちっていうのが、まあ、中央から来てあとこう合流していって、最後ぐるーっと回り込んでいくって感じですね。はい。ジュンクさんのアタックとは少し違うのかな。ジュンクさんの場合、こういうところをしっかり潰しておいて、まあ、これもこの団子さんのアタックはジュンクさんのに近いかもしれないな。ここを潰しておいて、で、こういう風にね、ユニットを、当てていくような感じ。このパターンはジュンクさんパターンかもしれないな。そういった意味では。だから、まあ、そういう意味ではあれが、別にこれマリアさんだけに限ったことではなく、もしかしたら、この寂しゅう系の編成っていう、いわゆるドバッと出す、スパジャイネクロとか、まあ、ゴレネクロボーラーとか、そういう戦術を得意としている方っていうのは、今や今回お話ししたような内容っていうのを結構意識しながらやってるのかもしれないですね。まあ、ジュンクさんもこの壁に隙間がある、この村が流行っている時のことを、もう空前のネクロ環境っていうふうに言ってたんで、はい、いう意味ではやっぱり隙間のある村を見かけたら、特にタウンホール12ではネクロマンサー使った編成っていうのを主力で考えていってもいいぐらい使いやすいのかななんていうふうなことをね、まあ、改めてこの一番最後の場面においてもう一回、思い出したというところですね。はい、ということでですね、本日は、ね、紡ぎ組の、スパジャイネクロのスペシャリスト、マリアさんのですね、アタックのコツ3点、お話をさせていただきました。もう一回振り返ると、村を選ぶときっていうのはこういう隙間がね、こういうとこ隙間が空いている村をなるべく選んでいくというのが1点で、2つ目はユニットの出し方ですね。サイドカット用の、まあ、ステネクロ、あと中央に入っていくメイン部隊で、もう片一方にサブ、最後まで生き残らせることを前提に少し厚めに出すゴレ、ジャイネクロっていうのが3つのその、ね、厚みに分けて出していくっていうパターンですね。でおそらくその、ね、厚みに関してはライトニング打った方ですね。こっち今回ライトニング打ったんで、ライトニング打った方がこっちが多分ねカット用になるんですね。こういう風にそっちにメインを当てるってことはまずありえなくて、ライトニングを打ったところプラス外周を軽くこうねカットしてくれれば十分なんですよね。でこっちがメインに当然なってきて、でこっちがサブっていう感じですね。まあ当然サブね、はい、当然ながらメインとサブのところは相手にする防衛の数がすごく多いし火力も高いし、メインっていうのはもっとそれが一番多いので、まあそこを当然分厚くするっていうのが大事ですよね。ライトニング打った方はもう数が少ないんでサブ、もうステユニット的な感じで、もう少量で効率的に削っていくという、削れるところまで削っていくという感じですね。で3つ目っていうのは、スーパーウォールブレイカーだったり、その村全体見た時に、ユニットが殴れない、区画にある防衛施設っていうのをちゃんと見極めた上で、それをライトニングで壊していくか、ないしはウッドランチャーで壁を開けて壊せる状態を作っていくか、さらに3つ目、スーパーウォールブレイカーで壁を開けて壊せる状態を作っていくか、このどれかを使って全ての防衛施設をアーチャークイーンないしは、まあ、できればネクロマンサーが遠距離から叩くことができる状態を作っていくっていうのがポイントになってきます。この3つですね、ぜひ、気をつけながら村を見ていっていただいて、攻める面だったり、ライトニングを打つ場所っていうのもね、考えながら、プランニングしていってもらうとかなりね、スパジャイネクロの全開率爆上がり、かなり爆上がりっておかしな表現か、まあ、爆上がりすると思いますんでね、試していってもらえたら幸いです。でちなみに、触れなかったけども、ウッドランチャーの中に入っているユニットはペッかアイスゴーレムないしはイエティも最近よく見るかなっていうところですね。はい、このどちらかがおすすめの組み合わせになってくるのかなと思いますので、そちらもご参考になれば幸いです。はい、というところでですね、本日はタウンホール12のスパジャイネクロをお話をさせていただきました。私のチャンネルですね、こんな形でクラン対戦の解説機の動画中心にやっております。今回タウンホール12でしたけども、13、14幅広く扱っておりますので、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。はい、というところでですね、本日は動画を終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。